はい、皆さんこんにちは。今日は前回行った正直様巡りして、あと3体ご神体残ってたんで、今日はその3体探して行ってみたいと思います。全部コンプリートするか分かりませんけども、だから行っちゃう、行ってきます。料金は460円です。はい、やっとここまで来ました。ここまで来るのにすごい山道通ってきました。そしてここ目の前にあります。ここが何て言ったっけ、ちょっと見てみますね。はい、仏沢入りの正直様見つけました。じゃあちょっと拝んでみます。いやー、やっぱここもご立派なものを持っております。じゃあ拝んでみましょう。ご立派な場所です。あ、ここ中かな。すごいわ。よし、じゃあ次行ってみましょう。はい、じゃあ次探して行ってみたいと思います。そしてネットで見たんですけども、あと2箇所のうち1箇所が見ない英語の供養に入って、あるかないか分かりませんけども、そちらも探して行ってみたいと思います。はい、夏ワードの正直様まで移動してきました。ここまで来るまでの道、すごい泣きの生えそうな山道を通ってきました。あと新潟県阿賀町、すごい広いんだなという実感が湧きました。じゃあ行ってみましょう。ここにありますけども、あ、風強い。じゃあ行ってみますね。行けねえな。よし、じゃあここ横歩きで、あ、風強い。音取れてるのかな。まあいいか、行こう。夏ワードの初期様になっております。いや、すごいわ。お、よく見て。夏ワードの初期様です。はい、じゃあお参りしていきましょう。ここ正気堂になっております。なんか熊が出そうなような山になっております。またこの道、来た道帰るとなると、また泣きが入るわ。でもあともう一箇所探して行ってみます。はい、美容殿の正直様探してきましたけども、道が全然わからないんで、車降りて行ってみたいと思います。 Google マップ見るとこの先になっております。ここ線路、車で渡ろうと思ったら渡る勇気がないんで、車向こうに止めてきました。じゃ行ってきます。あー、ここ朽ちてるよ。人に聞きたいんですけども、誰もいないし、家はあるんだけど誰もいない。いやー、困ったよ。場所がよくわからないから。あ、あった、乱れた看板があるんで、すぐそこです。じゃあ行ってきます。ここにありました。じゃあ看板先見ていきましょう。はい、ここにありました。じゃあちょっと拝んでいきます。
すごいことになっております。あ、お札も売ってるわ。お願い事を書いてたのもあります。いいかな。はい、じゃあお参りしていきましょう。ここの最後の病勢の庄司様、見ない英語になってて拝めないのかなと思いましたけども、ちゃんとご立派にありました。よかったです。ちょっといつもちっちゃいですね。ということでこれで終わりかな。 OK サインオフ。はい、これで新潟県阿賀町庄司様5箇所巡ってみました。いやー本当にご立派だ。それにしても阿賀町がこんなにひどいとは思わなかったって感じがいたします。はい、新潟県阿賀町来ましたんで最後ここを拾って帰りましょう。残ってるかな。はい、新潟県阿賀町庄司様巡り終わりましたんで最後ここでゆっくりとお茶飲んで帰ります。ごちそうさまでした。帰りましょう。OK サインよ。